見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。2月8はですね、2月8日は、私の誕生日です。で、その時にですね、このいろいろ考えてたんですけども、今からですね、47年前、昭和50年ですね、よく祖母がですね、よく電話くれてですね、大ちゃんが生まれた時は腰まで雪がすごくてね、っていう形の、雪の中ですね、うちの母が、私を産んでくれました。私の長男をですね、妻が産む時に出産に立ち会った時に、とにかくお母さんがね、母親が赤ちゃんを産み出すという、本当にこう真剣な真剣を超えた真剣ですね、無の境地というんですかね、ものすごい思いで産んでくださってるなというのを妻のを見て、うちの母が私のことをそうやって産んでくれたんだなと、おかげでうち私がおると、で私の両親のいろいろ考え方があったおかげで今の村松大輔があり、開花があるなというふうに感じております。で、私自身が何歳になったのかなっていうのを今日ですね、今日子供たちの授業があってですね、で、小学校1年生の女の子、この動画に出てくるともちゃんと女の子ですね、肩車、彼女がね、肩車してですね、で、乗っけながら彼女が、大ちゃん何歳ってこう聞いてきて、何歳だと思う、32、惜しいって、じゃあ31、ああ、ちょっと外れた、じゃあ33みたいな、じゃあ33っていうことにしとこうみたいな感じだったんですよ。じゃあ本当はいくつって言って、聞いたら驚くよ。で、ともちゃんが、じゃあいくつ ?95? とか言ってですね、そんな感じだったんですが、今年で47になります。で、私自身が一番欲しいプレゼントって何かなってこう思ったんですね。誕生日の時に本当にすごいありがたいことに、毎年たくさんのこう、お祝いのメッセージいただけて、で、こうね、何件いただいたってすごくこう、ありがたい形なんですが、で、私が一番欲しいのって何かなと思った時に、このメッセージをいただいても、こう、一人お一人になかなかこう返信ができなくって、で、それよりも欲しいものって何かなと思った時に、これは私から、これ欲しいってこう宣言するんですが、私の一番欲しいプレゼントって皆さんからいただきたいものって何かっていうと、皆さんがご自身に優しい周波数を響かせること。そのことが、私が一番欲しいプレゼントなんですね。皆さんがご自身、自分自身に私よく頑張ったじゃんとかっていうねぎらいとか、自分に優しくしてあげるっていう周波数を自分に響かせてくださることが私にとって一番嬉しくって、なぜかっていうと、私がやっていきたいことって地球がどん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 より良い周波数になることで、で、まあ本当にね、大ちゃん先生の YouTube のおかげでとか本のおかげでって日々皆さんから本当にありがたいメッセージいただけて嬉しいんですけれども、一番はそこを通して皆さんがご自身に優しく柔らかい周波数で存在してくださることが一番ありがたいんですね。それが私にとっての一番のプレゼントなので、ぜひ2月8日は世界優しいデーみたいな感じですね。自分自身に優しい周波数を響かせるということをやってくださればと思います。で、私にはメッセージをくださるよりも、その思いをご自身に響かせて、自分よく頑張ったじゃんとか、今日は自分に優しくしよう、自分にね、トゲを出さずに優しくしようというふうにしてやっていただければと思います。あと、この人のことを許すっていう部分、また別に動画作ろうと思うんですけども、許せない人に対して許した方がいいよ、許すんだよ、愛って許しだよっていうんですけども、なかなかこう、許せないじゃないですか、許せない人がいたときに。そのときに、許しなさいって言っても無理なので、ぜひ2月8日、私の誕生日にはですね、あ、私、許せないって持ってるな。許せなかったんだよねって、ただ、ご自身につぶやいてあげてください。私って、あの人許せないって思ってるな。だけでいいんです。で、あ、許せないってあるよって。だけで響かせてあげることで、ご自身にその許せないを自分に許容してあげることで、自分にそれを認める、許せないを認めるっていう、認めるっていう優しい周波数をかけてあげることになるので、それも自分を許す、自分を、に愛を、優しさを響かせるという形になるのですね。ぜひ、私の誕生日プレゼントは、自分自身に愛とか優しさを響かせるということをやってくだされば、一番嬉しいことです。ということで、皆さんも素晴らしい一日を過ごしてください。今日もですね、皆さんも素晴らしい一日となりますようお祈りしております。では、さようなら。